はい。モンゾーラで大農園への道その2を達成し、大樹が成長しました。次はリリパッドからもらったどんぐりの木を育てていきます。さて、今青犬が立っている床と階段や柱は壊れた教会のものを持っていきました。モンスターが襲撃してくるとき、よくここの柵を破壊されるので頑丈なものに変えました。ではやっていきましょう。まずは木を植えてと依頼しているミミズに話をします。僕、草原団子に次ぐ緑が生まれるうねりを感じるよ。どうか村の中に木を生やしてほしい。うん、そういうことだったね。木はどんぐりを健康な土に植えると育つけど、完成するまではとっても時間がかかるみたい。うん、だから肥料を使うんだったね。そんな時は健康な土に肥料を撒いてからどんぐりを植えると育つスピードが速くなるよ。じゃあ青犬、成長した木と遊具をくっつけておいて。うん、そう、木を育てて、であとブランコをくっつけるっていう依頼でしたね。はあ、やりました。かぼちゃの種から芽が出てるみたいですよ。かぼちゃは栄養満点で、焼くとすごい料理ができるそうです。早速試してみてくださいね。了解。どうやら胎児にはまだまだ秘密があるみたいで、日夜胎児のことを研究してるんですよ。悪いね。胎児の秘密か。秘密といえば墓場のゴーストからおかしなことを聞いたぜ。そういや、そんなこと言っとったな。ゴースト、島にはかつてビルダーがいた。そいつが島を開拓し、いろいろなものを作った。うん、それなのにいつの間にかビルダーは島に絶望を振りまく悪になってたってな。大樹にもかつてのビルダーってやつにもまだまだ秘密がありそうだな。うん、どんな秘密があるんやろうか。達成。まあ、ドルトもなんか出してるから話しとくか。ドアハハ、青犬よ、農園も順調に発展し、収穫祭も間近だな。そんな中、我が輩がお主にする頼み、もう察しはついているであろう。町長の話か、このヒゲそう、この辺りでビルダーの鐘を鳴らしてほしいのだ。皆のものづくり力を高め、新たな仲間を呼ぼうぞ。ん、もうマックスのはずだがな。ここに来て我が輩はとてつもないものづくりに目覚めさせられる気がする。よくわからんが、そんな予感がするのだ。予感。さあ青犬よ、農園には依頼を持つ者が多くいよう、皆の願いを聞き、ものづくり力を高めるのだ。ドアハハ、青犬よ、よくぞ皆のものづくり力を高めてくれた。どういうこと改めてではあるが、ものづくりへのとてつもない欲が生まれた。何か作りたくてたまらんぞ。このものづくり欲がいつ育てられるかは分からぬが、新たなものづくりが今から楽しみだ。あ、鐘を鳴らす前と鳴らした後のセリフを一気に言っとんのか。ドアハハ、我が輩がこの地の町長になるという証な話だ。町長は立派な髭を持つ我が輩がふさわしい。お前、髭引っこ抜くぞ。むむ、その微笑みをたたいた口元、いいのだな、我が輩が町長で。いいわけねえだろ。いかん。お、マギール、どこだ。具が、マギール殿、どこだ。まさか。なんでお前マギールトイレの中にいるんだよ。さっきおらんだやろ、お前。リーダーというものは皆に認められてなるものだ。髭があればいいというわけではない。当たり前だろ。お前は自分自身の殻を破壊してから出直すがよい。そうだな。お前はトイレから出てきて出直せ。うぐぐぐ、マギールどの目、マギールどの目。とにかく、青犬、我が輩はこれからも町長となるべく、より一層努力してまいるぞ。せんでいいわ。諦めろ。よし、なんか知らんけど達成した。ポンペが、いっぱいやな、リズもソフィーも。青犬さん、収穫祭楽しみっすね。俺ワクワクが止まらないっす。楽しみそうだな、お前。チャコさんが調べてくれたんすけど、収穫祭ではカボチャで作った飾りを置いて雰囲気出しするらしいっす。ほう、カボチャのランタンのことかな。青犬さん、カボチャでできた雰囲気の出るもの、何か思いつかないっすか。おう、うん、一生のお願いっす。何か思いついたら3つ作って、村の中の好きな場所に置いてくださいっす。うん、新たなレシピをひらめいた。なんだい。カボチャのランタン、カボチャの中身をくり抜いたランタン。うん、いいね、ランタン。あら青犬、私ちょうどお願いがあったの。どうしてわかったのよ。マギールさんが言うのよ。これからは若い子が頑張る時だ。お前若すぎるだろ。とりわけ女性が。そこでね青犬、私自立した一人の女性として自分専用のお部屋が欲しい。そうだな、自立してるなお前。まずはお部屋に丸太の椅子とわらベッド、それから松明を置くの。うんうん、で、あとは名前の壁掛けをお部屋の内側の壁にかければ専用のお部屋の完成よ。おお、ここで個室が登場するわけか。お願いね青犬、村の中に私専用の個室を作ってちょうだい。了解。
あ、そうそう、お部屋ができたら名前の壁掛けに私の名前を書くの忘れないでね。こんなもん全員の作っとったら大変やな。個人の部屋を作ってあげよう。部屋の壁に名前の壁掛けを置き、名前を書くと部屋はその人のものになる。うん、そうか。まあ個室はおいおいだな。青犬様、農園もとても素敵に発展して、いよいよ収穫祭も近そうですわね。うん、そうだね。みんな楽しみにしてるよ。そこでなのですが、あの、そのまたソフィーの点点点が出た。私青犬様に祭りの旗を作って村の中を飾っていただきたいんです。お、今回早く言ったね。ああ、やっと一人で言えました。やっぱり妹が言っていた通り、要求は思いってするものですわね。さあ、青犬様、祭りの旗を30個作って、家の壁などお好きな場所に貼ってください。ふんふん、好きに貼ればいいんだな。30個。結構いっぱい依頼されたな。ランタン3つと、旗30個と、そしてリズの個室と。うん。よし。じゃあ、びっくりマークのついてるやつをそれぞれ作っていきますか。これはリズの部屋のもの、それとブランコ、これはとりあえず一つでいいでしょう。木が生えてからだね。それと旗が30個。うん、よし。それと壁掛けはリズの部屋のもの、これに、名前を書くと。あ、先生、かぼちゃを焼いて料理するっていう話もあったで、先にかぼちゃを収穫しておきましょう。うん、かぼちゃの収穫はこれが初めてです。よし、じゃあちょっとかぼちゃを早速焼いてみましょう。かぼちゃを焚き火にかけます。うん、あれ、料理をするが出てこない。あ、出てきた。よし、じゃあこれでかぼちゃを料理しておきます。で、モンスターが現れたんでちょっと、あ、そうだ、このちょっと作り変えたところにあれ違うそっちから行ったか。もうなんだよ、台無しじゃねえか。結局柵壊されたあかんかったわ。モンスターが襲ってきても柵が壊されないようにちょっと強度の高いものに変えてみたのですが、別の場所から、柵を壊して入ってきました。残念です。やれやれ、だいぶ荒らされたな。また小麦の種を収納箱に戻しとかな。モンスターがちょっとバラバラにした小麦畑、小麦の種が出てきたんで、それを収納箱にしまっておきましょう。そうこうしているうちにかぼちゃが焼けたんじゃないでしょうか。さて、どんな料理が出来上がっているのでしょうか。高級野菜炒め、あれ、かぼちゃを入れただけなのですが野菜炒めができてしまったようです。まあいろいろ実は入れてたのかな。うん、よし、腹を満たして、さて次は、そうだな、ポンペの依頼のランタンを作りますか。かぼちゃを収穫したんでかぼちゃはもうたくさん持ってます。なのでランタンを3つだったかな、確か。うん、3つ作って飾ってくれって言ってたんで、3つランタン作って飾りましょう。よし、で飾る場所はまあこの辺でいいでしょう。とりあえずあのお題を、ミッションを達成するということで、あれ、ランタンどこ行ったかな。うん、物もいっぱいになってきたな。はい、これを3つここに並べておきましょう。お、なかなか綺麗やな。うん、これちょっといっぱい作ってもいい感じやな。うひゃー、青犬さん、かぼちゃのランタン置いてくれたんすね、ありがとうっす。うん、こっちこそありがとう、なかなか良かったよ。あれならいい雰囲気が出そうっす。なんならもっと作ってくれてもいいっすよ。同意見だよ。そういえば青犬さん、前マギールさんが話してた祭りに使う衣装のこと覚えてるっすか。あれからいろいろ調べてどんな衣装か分かったんす。
衣装は俺が用意しておくっすよ。お前作れんのか。やるじゃねえか。頼むわ。祭りの衣装か。俺は変な格好はしないからな。うわー出たっすよ。絶対一人はいるっすよね。こうやって水を差してくるやつ。水を差す。ポンペ、貴様何か文句があるのか。暴力反対っす、シドさん。命だけは助けてくださいっす。とにかくカボチャのランタンありがとうっす。祭りの衣装も楽しみにしてくださいっす。達成。オッケー。さて、次は、リズだな。リズの個室を作ってあげようか。よし。あとは、じゃ場所を決めましょうか。ここかな。ここにリズの個室を作りましょう。よし。で、超小さい空き部屋の完成。で、この名前を書く場所に、リズの名前を書くと。あれ？ん？あ、こうか？誰の部屋にしますか？あ、書くんじゃなくて、こう選べるのか。これ楽だね。リズ。はい、リズの部屋になります。おー、リズの部屋完成。うん、リズが来るんじゃないでしょうか。寝てるところを飛び起きて。じゃあベッドも置いといてあげましょう。リズ部屋できたよ。来たね。私のお部屋ねって書いてある。あ、リズちょっとどう青犬、私の専用のお部屋作りはうまくいってる？リズちょっとドアに挟まれてるこの前大丈夫？出てきたらお部屋に丸太の椅子とわらベッド、それから松明も欲しいわ。あとそこから出してほしいわとか言わないのかな。大丈夫リズ？あとは名前の壁掛けをお部屋の内側の壁にかけて、私の名前を書いてね。お部屋のテーブルと壁飾りを置くと違う部屋になっちゃうから気をつけてね。おお、そうやって注意もしてくれるのか。ありがとう。そうそう、松明がいるって言っとったな。松明出演していたよ、リズ。ごめんよ。今すぐ持って、作って持ってくよ。あ、びっくりマークついとったわ、松明、そういえば。あかん、全然ノーチェックやった。いかんいかん。すまないね。よし、じゃあ明かりをセットしてあげよう。これでどうですか。超小さい初めての個室。みんな来た。みんな来たね。みんな高いところから。うわー、私専用の個室を作ってくれる。ありがとう葵の。今度はリズ燃えてるよ。一難去ってまた一難。扉に挟まれ焼かれ。名前の壁掛けを使えばお部屋を誰に使わせるか決められるわ。これからのお部屋作りにも生かしてよね。アドバイスありがとう。そうそう、青犬と指導は2人の島で緑を作る仲間を探しに来たようなよね。うん、そうだぜ。大丈夫か、ずっと燃えてるけど。私2人についていくわ。広い世界をこの目で見るために島に戻るときは声をかけてよね。おお、お前ついてくんのか。でもお前戦えないだろ。足手まといだ。やめておくんだ。来るんじゃない。あ、こんなとこでレベルが上がったよ。青犬たちのレベルが9になった。最大ヒットポイントが上がった。最大ヒットポイント上がるの嬉しいね。うん、何回か多くに殺されそうになってるからな。そろそろ戦いに行けるかもな。鍋の蓋、守備力5。もっといいもの思いつけよお前、レベル9になったんだから。鍋の蓋ってもっといいものあるだろお前。今までお前風呂とか作ってんのに。鍋の蓋ってお前しょうがねえな。よし、まあ装備しますか。どれどれ、ちゃんと装備してるのかな。してますね、鍋の蓋。かっこいい。かっこいいのか。よし、まあ守備力が上がるならいいだろう。
頑張れよ青犬もう簡単に死ぬなよ。よし、さてで、ドルトンがなんか金を鳴らせって言ってたけど、もう金はビルドレベルマックスまで来てるんで、鳴らしても何も起きない気がするのだが、一応鳴らしておきましょう。どうでしょうか皆さん、お休みのところ失礼いたしますこれはもう苦情もんだね明日俺はい、何もないようですね。クソ、ドルトンに一杯食わされたわお前、ドアハハ青犬よやっぱりやっぱり同じことを言うクソ、そしたらその次にすることは、木を植える場所、ここが、まあ、いい気がするけど、でもモンスターが襲ってくる場所なんで、そこにブランコがあるっていうのも変な話なんで、まあ、木は向こうかな。でそれとあと旗、旗30個まだ飾ってないんで、旗かな、旗を30個飾りましょう。いきなり便所から、あ、風呂からっていうのも変なので、まずはみんなのいる部屋から。あれ、どうやって飾るんだ、ん、空中に飾るのか、いや違うな、どういうことだ、あーちょっと離れて、こうか、よし、じゃあ30個つけていこう。よし、これで最後の2枚完了ちょうどソフィーが近くにおったわ、素敵ですわって書いてある。まあまあ青犬様、村を祭りの旗で飾ってくれたのですね。いかにもきらびやかな農園で開かれるめくるめく収穫祭、想像するだけで胸が躍ります。ん、そうかい、想像するだけじゃなくて参加するんだよ。そういえば青犬様、今更なのですが、青犬様はどうやってモンゾーラに来られたのですか。実は変な顔のキャプテンと一緒にな、まあ指導様と船に乗って来られたと後ろでヒースがおしっこしたくてブルブルしとんのがすごい気になる。なんと恐ろしい、ハーゴン教団によって人間の船の利用や島の行き来は禁止されているというのに。ん、だがハーゴン教団の奴らも船に乗ってたぜ。でも船に乗れるというのはとても羨ましいですわ。そうかい、じゃあお前も乗ったらどうかな。モンゾーラのはるか西にムーンブルクという大都会があるそうです。私一度そこに行ってみたい。ムーンブルク、有名な町ですね。ただ教団に逆らえば恐ろしい監獄に入れられるとも聞きます。教団にとってビルダーは敵です島の外でも教団にはご注意くださいませ、ね、そういえば青犬も最初なんか監禁されてたな達成、よしヒースごめんよ。よし、じゃあ草原団子この辺でちょうどここでいいでしょう。はい、いい感じですね。で今からミミズンがここを草原に変えてくれると。でその後どんぐりの木を植えましょう。で木が育ったら間にブランコを設置しましょう。どんぐりの木の幅はどんなもんにすればいいんやろ。いまいちその木の大きさとブランコのサイズっていうのがよくわからない。まあでもとりあえず真ん中にブランコが来るようにしようかな。なんで、まあ、ここに木が2本。こんな感じでいいかな。で、ここにブランコが、いや、ブランコ、人1人分だったら、これ遠いな。しかも肥料は、このスペースでしか
肥料は置けないという。そうか、これは悲しいな。どうしようかな。まず真ん中にもどんぐりを植えるか。でこれで人一人分のブランコであっても問題なく、そして肥料もうん、これでいい感じなんじゃないでしょうか。そしてもう一つ肥料と、そしてブランコを作っておきましょう。うん、ブランコは一つ作ってあるが、さっきの木の感覚で、人一人分のブランコができると二ついるので二個必要かな。でそれと肥料があと一つと。よし、じゃあ肥料をとりあえず、はい、せっかく草原にしたのに汚くなったな。なんかちょっとイメージと違うな。まあいいでしょう。ではあとは木が育つのを待ちましょう。多くのトマト園のところにキビをキャンディーにしてほしいと言っていた魔物がいたので、そこに行きキビをキャンディーにして渡してあげましょう。では多くのトマト園へワープしましょう。はい、着きました。こっちかな。うん、いました。キャンディーが食べたいわと言ってますね。ああ、キビを焚き火で煮詰めたキャンディーが食べたいわ。そうだったね。じゃあキビを焼いてあげるよ。入れて調理する。料理か、料理する。ちょっとしばらく待ちましょう。その間にオークが何か様子が変わってないか見ておきましょうか。変わってないな。相変わらずでかいな。よし、異常なし。できました。キャンディーを初めて作った。うん、主婦は忙しいわって書いてあるな。主婦だったのかお前。あら、あなた、それってキャンディーじゃないかしら。そうだよ。まさか私のために作ってくれたの？もらってもいいかしら。お前のためにここまで持ってきたんだよ。あら、悪いわね。なんだか催促したみたいで。いいんだよ。これで日々の疲れも癒せるわ。あなたにはお礼をしなくちゃね。うん、なんだい？トマトの種を5個手に入れた。今さらもうトマトいいよ。うふふ、巨大には内緒よ。それで甘いトマトを作ってね。もういいんだよ、トマトは。終わったイベントなんだよ。よし、じゃあ次に。いろいろと言ってないところがあるんで、このクエスチョンマーク2つ、ここに行きましょうか。それと、上にもあった。うん、まあ、まずは下かな。じゃあ、高台のハーゴン教会にワープして、で、そこから、南の海の海岸沿いの、クエスチョンマーク、おそらく、ビルダーパズルが、ありそうな場所に行きましょう。ここからだと、この方向で。じゃあまっすぐ走っていきましょう。はい、あの正面に見えるものですね。地図でちょっと確認しておきましょう。南の海側にあるクエスチョンマークですね。はい、ビルダーパズルですね。今回はでかいな。左に石が2つあったが、あれをどこかに置くんでしょう。ヒントはどこだ。このそれぞれの両側の水の中に壺みたいな形が見えますね。あの壺の頂点が気になります。頂点にこれを置いてみようかな。どうでしょうか。うん、正解だったら光るんだけど光らないので、これは違うということですね。なんだ、向こう側にも一応念のため置いておきましょう。今回は難しいな。違うね。なんかヒントらしいものが見当たらない。なんだこれは。考えるんだ、思考を巡らせるんだ。それがビルダーパズルの醍醐味。
いや、わからんな。全然わからん。うん。なんだ？ちょっと考えよう。これは左右のスライムの絵ですね。で、左右のスライムで、口の端っこの形が違いました。おそらくそこが今回のビルダーパズルのポイントかと思われます。いや、絶対そうでしょう。左のスライムと右のスライムで口の端っこの形が違います。わかりますか？左右対称ではありません。左のスライムのこの位置、ここに色がついてないんですね。で、右のスライムはあそこに色がついてます。ここです。この今青犬が立っている場所、そしてこちら側も、両方です。右のスライムを見てみましょう。はい、色がついてますね、この位置。はい、この違いです。なんで、こちら側もなんで、左のスライムのこのさっきの位置を掘り起こして、グローブで掘り起こしましょう。で、そこに色のついたこの土をセットするということでしょう。はい、正解です。光りましたね。ここも、あれ、ここもで、色のついた土を、はい、セット。はい、完了。ビルダーパズルをクリア。はい、ビルダーパズルをクリアしました。じゃあ小さなメダルをいただきましょう。いやー、やりました。すごく考えました。小さなメダルを手に入れた。よし、 OK。 じゃあ次のところに行きましょう。次はこのすぐ上にありましたね、クエスチョンマーク。地図で確認しましょう。すぐ北ですね、今行ったところの。はい、もう走ってすぐです。はい、ありました。この左手にあるものですね。またビルダーパズルかなですね。はい、で、これを取って水を流すタイプのビルダーパズルですね。はい、あれ、あ、水が足りないのかな。水が、水量が足りなくて、水が下までいかないから。あ、で、乾きの壺も使えるんで、これで水を足すということでしょう。人と喋っちゃった。はい、あれ、違う、長押ししなきゃ。どうでしょうか。はい、ビルダーパズルをクリア。簡単ですね。乾きの壺を使いましょう。下の方にこうやって水が溜まったということですね。はい、じゃあ小さなメダルをいただいておきましょう。小さなメダルを手に入れた。よし、じゃあ次、次は北の方のクエスチョンマーク、地図で確認しておきましょう。北の2つですね。で、大ネズミの丘から行きましょう。で、大ネズミの丘から、すぐ南にあった方から先に行ってみましょうか。はい、着きました。ここから、どっちだ？今向いてる方向と反対方向、反対方向が、こっちですね。ここの先に、はい、ありました。あそこに飛び込んでいきましょう。はい、ビルダーパズルです。ここは簡単、簡単ですね。違う、間違えた。グローブに変えて持ち上げて、はい、クリア。はい、ここはちょっと、簡単なやつを取りこぼしていたんで、急にちょっと簡単なパズルになっちゃいましたが、まあ、いいんじゃないでしょうか。はい、小さなメダルを手に入れた。よし、で、今度はもう一個北側の反対側のクエスチョンマークに行きましょう。多く倒す。こいつにはもう何度も半殺しにされたが、
もうそろそろ倒せるだろう。うん、倒せそうだ。よし。ああ、シドも大してもう食らわんわ。余裕ですな。うん、あ、前はもうあの攻撃で瀕死になったけど大丈夫、倒せる。もう今度は盾もしてるからね。よし、これはもう弱い者いじめになっちまったな。悪いな、オーク。お前にはもうトマトもあげないよ。こいつは悪いオークだからな。死ね、死んでしまえ。あがくんではない。もういいだろう、楽になれ。どれどれこいつキャベツの種持ってたのか。そうか、あんまり大したもんくれなかったな。なんだそうか、手強い敵を倒したと思ったのだが。よし、この奥かな。あの奥が守ってた感じになってたのかな。この奥にクエスチョンがあるので行きましょうか。あれ、登っていくのかな。登っていってみましょう。高いなだいぶ高いな。うん、こう落ちたら死ぬな。まだ行くのかな。こんなに高いことあるうん、恐ろしいわ。落ちたら死ぬやろさすがに。これは青犬も。よし、でこの高さを降りれんのかキメラちょっと攻撃で押すなよ。落ちて死ぬじゃねえか。ちょっと降りられそうなところを探して降りていきますか。ちょこっとずつ。はい次ないね、足場がありませんが。うん、ドキッとした。こっから、あ、そうか、こっからちょっと横に移動して降りていけばいいのかな。よし、じゃあやってみよう。よっしゃ、やっと降りてくることができました。ビルダーパズルですね。はい、お、なんだ、広いな。そして見にくい。こっちになんか奥があるぞ。もしかしてこれは、もしかして、あ、やっぱり他に入り口があった。もっと簡単に来れたんだねああー、そうかちょっと左から入れたんだなんてことだ、なんたることまあいいでしょう。よし、ではビルダーパズルを解きましょう。これは何をするのかな。ん、ああ、水を流すパターンだね。ただしやはり水量が足りないと見た。うん、なんで乾きの壺でこのここに入れればいいのかな。長押しでずっと乾きの壺で出しっぱなしにして満たす。ビルダーパズルをクリア。
はい、 OK ですね。そうか、ここは乾きの壺がないと解けないパズルになってたのかな。よし、小さなメダルをゲットです。よし、じゃあ戻りますか。いや待てよ、ちょっと地図を確認して、さっきオークを倒したんで、これまでに戦ってこなかった強そうな敵を倒しに行くか。カニと、あのハーゴン教会のところの虫だな。まあ、湿地のカニかな、まずは。うん、こいつの方が先だな、どっちかっていうと。湿地から南に行って、で、海岸の近くにカニがいたんで、そこに向かいましょうか。どの方向かな、南西ですね。南西。この辺にカニがいたんで、ここだね。あそこに向かいましょう。では、行ってみましょう。よし、じゃあカニと戦うか。まあ、ちょっとあのでかいのが気づいて戦いに入ってくる前に小さいやつから倒しとくか。小さいやつも結構硬いな、こいつら。なかなか死なねえな。あ、強いな、カニ。うん、もう雑魚でこの威力困るな。君たち困るよ、そんな強くては。ちょっと親分戦う前にこの子分たちを減らしておこう。さてどうかな。なんだちっこいの結局また現れたやん。なんや、どういうことや。もうでかいのを先に倒さなあかんっていうことか。産むんかな、こいつは。いっぱいなんか正面をガードして、後ろだけそのガードしてるところはノーダメージってことか。素早く後ろに回り込んで、あ、スタミナが切れる。回り込んで攻撃。こんなん全然減らんやん、あいつ。これ時間かかるな、時間かかる。うん、やっぱ指導の攻撃じゃないとなかなか減らんな。お、ガードを解いた。よしよし、ちょっとパンを食べて空腹を回復。まあ、やっぱ指導強い。ちょっと青犬の攻撃ではなかなか減ってくれやん。あ、もうちょいや。うん、指導が攻撃してくれたら早いわ。さすがだね、指導。よし、もう倒せるな。あとちょっとだ。今夜はカニ鍋だね。面白い顔してんな、こいつ。よし、やっと倒した。レシピをひらめいた。美味しそうな料理かな。亀の甲羅？なぜ？カニですが。亀の甲羅？ほうほう。よし、なんかここにマークがあるので掘っていけばいいのかな。よし、じゃあちょっと掘り進めてみましょうか。
おー、こんなとこにネズミがおったわ。で、アニマルすごいな、お前。どうやってここ来とったんや、先に。わ、人間、よくアリの大群を抜けてこんなとこまで来た。いや、そんなルートで来なかったが。ちょっと間違えたよ、どうやらルート。この洞窟、すごいアリの数だよね。思わず、こんなのアリって思っちゃうよね。おいら足がすくんで動けないんだよね。ところで人間、緑っていいよね。おいらアリより緑が好きだ。でも食べ物もいいよね。おいらアリより小麦が好きだ。小麦を20個くれたら土を緑にできる草原の元あげるよ。欲しかったら持ってきてね。もういいよ、草原の元は。そうか、これをまたなんか俺変なとこから入ってきたんだな。本当はちゃんとした正規のルートがあったっていうパターンだね。なんかアリ女後ろ上に。なんだこいつ、でかいけど。ここのボスかな、もしかして。変な相方しちゃったね。追ってった。あれ消えた。なんだ、どういうことだこれ。バグってんな。俺が変なことしたから。すまんな、アリ。そこでバグったまま死んでくれ。なんだこりゃ。はい、種出して死んでくれ。よし、これはどこに繋がってるのかな。ほう、さっきの海岸の北側だね。うん、あれが入り口か。あ、これが正規の入り口か。なるほど。うん、あ、さっきパズル取り取った場所の奥か。ああ、こうやって行けたんか。なるほどね。で、ちょっともう一本道があったけど、そっちには何が。お、なんだこれは。ドラキートーテム赤を手に入れた。ドラキートーテム赤、なんか大事なもんなのかな。うん、レシピ、ドラキートーテム赤、3色重ねるとハテナってあるから、3色重ねるとなんかいいことあんのかな。よし、じゃあ帰りますか。どれどれ、木が育ったかどうか。育ったね、さすが肥料の力。あっという間に大きくなった。で、ブランコをここでいいのかな。よし、じゃあ2つあるんで、こっちにも OK。 乗る、乗れんの。地味。焦げないんだ。おお、みんな集まってきたな。かっこ悪いなこれ。こんな地味にまたがっちゃったよ、ブランコ。いつの間にかリズも乗ってるじゃねえか。よし、リズの方がお前振ってるじゃねえかよ。やるな。ミミミン、すごいや、すごいや、青犬。ついに村の中に木が生えたんだ。うん、ブランコもな。形も綺麗だし、なんだか匂いが、いい匂いがする。枯れてない木ってとっても素敵だね。あ、他の木は枯れとるってことなんか。青犬、私のためにブランコも用意してくれたのね。これで一人でも遊べるわ。悲しいな。いや、みんなと遊ぼうよ。ねえねえ、僕、こうなったらいっそ、緑の森を作りたい。何かいい方法はないかな。お前、だんだん贅沢言うようになってきたな。草原も木も一緒に作れたら、僕はスーパー大ミミズだよ。超ミミズと言っても過言じゃないね。うん、なんだかよくわからんが。お願いだよ、青犬。僕が大ミミズから超ミミズになれる特別な餌を考えて。ほう、餌。うん、達成。なんかひらめいたね。新たなレシピをひらめいた。森林団子。ほう、地面に置くとミミズが土を森林にしてくれる。今度は森林作るんか。うん、その必要性がなんかあんのかな。うん、まあ今度だね。シャコは、青鬼さん、大農園も完成して胎児も育ちました。これでついに収穫祭を開けます。うん、そうだね。いよいよこの時です。早速収穫祭を開いていいですか。いや、待ってくれ、もうちょっといろいろ冒険で疲れてるんだよ。今日はやめてくんないかな。わかりました、私たちはいつでも大丈夫です。それはお前たちはコンピューターだからな。うん、こっちは生身の人間なんだよ。うん、もう今日は休ませてくれ。あ、そうだ、敵が襲ってきた時に、あの正面のもう柵を破られるから、あそこをもうちょっと境界、古い境界、壊れた境界か、
からいろいろ材料を取ってきてパワーアップさせよう。よし、あとちょっと、あ、落ちちゃった。ジャンプで吹くか。はい、 OK、 完成。とりあえずこれで敵も早々柵を壊して入ってくることもないでしょう。まあこんなとこでいいかな。